グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。オランダ代表の GK アスパーシレッセンが、ユーロ2020のンバーから落選したことへの不満を述べた。3.2、オランダ、テレグラーフが伝えている。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中。シレッセンは、週行われた新型コロナウイルスの検査で非反応が出て、自主隔離となり、オランダ代表号に参加できなかった。そのため、1日にフランク・デブール監督が、招集外を宣言。代わりにマッコ・ビゾットを招集している。ただ、シレッセはデブール監督の決定に納得がいかない、憤もある模様で、次のように語った。監督はサイのメンバー選考をした時点で、僕が陽性だと言っていた。監督には、PCR 検査で陰性になったらすに合流すると言われていたんだ。全く予想外だよ。火曜日にメンバーが発表されるまで 1GK だったのに、ルール上 GK は大会期間でも変更がめられている。まだ時間はいっぱいあったわ、だ。新型コロナウイルスで1日だけ寒気が、けど、それ以外は症状なしだ。コンディション十分じゃないって言われているけど、僕はどうできないね。バレンシアに所属するシレッセは、感染リスクに気をつけていただけに、ユーロへ行こうないことに不満が残っている様子。一部では、NEC の一部昇格を祝うパーティーに参加した子で感染。その後、ワクチン接種を拒否したとも割れている。しっかり説明できる。5月23日にバレンシアから帰国した。検査を受けて陰性になり、ナック、レダと NEC を両親と見た。昇格が決まった後で、係者用の入り口からスタジアムに入って、1.5 メートルの距離を保って、お祝いをした。その後、スタンドの上からセレモニーを見て、すぐに、行ったんだ、寮。